光竜。飛行竜。あ、飛行竜のこんなでかいやつ。ね。すげえな。すげえよ。これかっこいい。おすすめは。おすすめ。世界に1個しかない形のサボテン。あ、そうなんだ。なんだこりゃ。サボテンが奇形した、何らかの原因で奇形したものです。アンコーポレーションです。はいはい。いつもお世話になってます。よく買ってます。切り花。切り花。あ、ありがとうございます。はい、切り花も八分もそうなんです。やっぱり人とあんまり同じことはやらないっていうのは、なるほど、いいこだわりですね。サボテンなんかも普通の生産者だったらこれ1個ですけど、僕らはもう、なるほど、じゃあこれ分けたらいくらになるんだろうっていうことは考えずに、アートとしてこう見てもらえる。いや、もうアートだよね、出来上がってるアート。ちなみにこれどこからの輸入なんですか？イタリアです。これ本当にイタリアからシチリア島です。はい、へぇ、これは何だ、結構面白いな。バオバオ、いや、バオバオ、バオバオで、バオシチリア島の写真で、買い付けて、買い付けてきた。ここは、ここは愛知県の大村さんです。すごいですね。おすすめは、今日のおすすめは、おすすめですか。ちなみに私はこの子だ。そうですね、これちょっとおすすめです。すげー。前回反響あったのが月探査です。普通の作りなんですけど、お褒めの言葉を結構いただきます。バランスがいいですね。綺麗だし、以上です。これどのくらい使ってるんですか？いや、1年半くらいです。あの、株を3つぐらいこれで植え合わせてるので、本当はこの子たち。1年半、意外と早い。2年はかかってないですね。この子と同級生なので。こういった鉢で置き型のが今流行ってるんですか？昔だったら結構吊り下げが多いじゃないですか。そうね、こっちはやっぱ釣りは人気でした。ここもすぐに売れたんですけど、うん、ただこのサイズは釣りよりも下でボリュームあった方が、こういう感じで置いてられた方がいいかなと思って、うん、まあ、あえてこの形のちょっと皿みたいな形の鉢に植えたんですけど、多分これを縦長のロングな鉢に入れちゃうと不格好なんですよ、うんうんうん、でちょっと低いやつやったとか、ちょっと広いエントランスとかあるとかっこいいよね。いいですね。ちょっとした台のところにドンと置いてあると、うん、多分入るかな。いいね、すごいね。やっぱ東京ですか？東京ですか？飾るとか東京ですか？あ、東京がいいじゃないですか。東京ですか？うちは下町の横浜だからね。ダメ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 です。都会の横浜。ダメだな。やっぱり釣りは人気だと思います。そうだよね。このぐらいの大きいサイズで釣りとかだったら結構かっこいいんだけどな。で、釣りもさ、普通昔みたいにただ針金でボーンってなって、なんかちょっとおしゃれな感じだったらやっぱいい、ね、今枕目とかいろんなもんありますから。これこんだけ下手にはどのぐらいかかるんですか？あ、それさっきも取ったからもうやめてもん、マジですか？もう話したから聞いちゃったんだよ。入ってるから聞いちゃいます。何度ぐらいですか？温度、温度そんな変えてない。下はどのぐらい？10度までいくとちょっと葉っぱに痛みが出てきますね。やっぱ10度以上、はい、中盤の方が案外成長点が多いので、はい、あの温室の環境なんです、まあ、で逆に下げすぎちゃうとせっかく伸びるものが伸びなくなっちゃうので、今回伸ばすためにここだけは10度以上です。はい、大村さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんじゃこりゃ。
うん、まあ寝坊しいのもところどころ撮ってる、作品になった時に、また紹介しましょう。